それではこれからベストロボのネギの根を切って葉っぱを切り、そして皮を剥き貝の実演を行います。と剥き終わるとネギがその場から消えると、次が、このような速いスピードで皮を剥くことができます。このように適正に切断されております。葉っぱも3枚